今年の県産の新米が貨物列車で初出荷されました。夏の大雨の影響もありましたが、その後は順調に生育し、品質は良いということです。仙台貨物ターミナル駅で行われた初荷式では、JA や JR の職員らおよそ40人が出席し、新米の安全な輸送を祈願しました。今日は一目惚れ 10.8 トンがコンテナに積み込まれ、名古屋に向けて出発しました。JA 全農宮城によりますと、今年は7月に大雨の影響を受けましたが、その後は順調に生育し、一等米比率は 96.5% と、去年の 94% を上回る高さで、例年に比べて品質が良いということです。品質が一番心配したところでございますけれども、良質の米ができたということで報告もいただいてございますので、安堵しているところでございます。お好みに合ったですね、お米を選んでいただいて、たくさん食べていただければと思っているところでございます。なお、先月下旬の天候不良の影響で、稲の刈り取りに遅れが出ていて、先月27日時点の進行率は 23.7% となっています。